今回はこの石垣島から西表島にかけての、まだあるかないかわからない磯探しで、磯釣りなんで、まあ、この辺の磯釣りとなると、まあ、もちろん小さい魚もいますけども、でっかいビッグゲームのできる、釣り場、そんな魚がいる場所なんで、ここにですねルアーでまた餌で数々のでかい魚を九州で釣っている上津原勉さん、もう昔からの親友なんですけども、この仲間と一緒に最初の一歩、この界隈で磯釣りができる場所を探していきたいと思います。手つかずの大自然が残る西表島は、島のおよそ 90% が亜熱帯の原生林に覆われている。前回に続き、東洋のガラパゴスと呼ばれる西表島を小型ボートで、そして歩いて探索、未だ手つかずの磯釣りポイントを開拓するのだ。最高大きさじゃないんだよ、これは最高ですね。これが釣りたいんですよ、僕も背中が上から見るとめちゃくちゃ綺麗です、これ。いやー面白い面白い。おー出た、おー来た、おーおっしゃー、おーおー、おーでかそう。綺麗。未開の釣り場に魚を求めるロマンとは、東洋のガラパゴスを釣る。ようこそ大人釣りクラブへ。西表島磯釣りポイント探し2日目。船中泊で朝を迎えた我々は、準備を整え小型ボートに乗り移り、早速最初の磯へ。こっちへ待てたらあんまないぞ。熱い視線で磯釣りポイント探しに没頭するこの男は、島のインストラクター高橋哲也。全国各地の磯や船から数々の大型魚を仕留めてきた大物釣り師たちのカリスマアングラーだ。何も哲也さんは変わってない相変わらずかっこいい。そして高橋に憧れ磯釣りポイント探しに参加したのは、島のテスター上津原勉。幼少期より釣り好きの父に連れられて、九州の離島や伊豆諸島で経験を積み、今や磯釣り全般をこなすロックショアアングラーだ。2日目最初の磯は、前日の夕間詰めにクロダイの活性が高かった無名の磯。こういうパンがない、パン上にちょっとなんか乗ってるやつ、ちょっと、まあ、線があってパン、パン見たら美味しそうだこれ磯に到着。前回同様に上津原はルアーで、高橋は餌釣りで調査を始める。使用する刺し餌は生きエビだ。早速エビを刺して投入する。糸ふけを取った途端、当たりだ。お、肌、岩の際投げたんだよね。2日目最初に姿を現したのは両形のハタ。弱らないうちにすぐにリリース。右の木はポチョッと落っこって。上津原は沖に、そして磯際にと広く探っている。高橋は
先ほど当たりがあったポイントにもう一度仕掛けを投入した。続けて当たりを捉えた。なんだ？お、お、チヌっぽい。お、チヌっぽいね。かっこいい。あ、引っかかった。うわ。これチヌ。おお、なんかまた顔がごついですね。これも両形のミナミクロダイ。ここだね。カンパチとかにもいるよ、こういうの。プツンと黒いの。なんでこういう黒いのが出るかわかんないんだけど。とにかくクロダイの活性が高いポイントだ。すぐに刺し餌の生きエビを刺しポイントに投入。するとまた当たりだ。連発ですね。うわ、死ぬぞ。よいしょ。うわ、すごい。この方多いね。よし、この磯に上がればクロダイは間違いない。高橋がこのポイントはチヌ場と言っていたように当たりが連発した。チヌの引きを堪能し磯代わりとする。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球と共に、シマノの提供でお送りいたします。続いて2人が目指したのは、初日に波が高くて上がれなかった高橋が以前から目をつけていたという期待の磯だ。しかし2日目も風うねりがあるため、安全を考慮して見送ることに。ならば今度はどの磯に上がるのか。再び磯釣りポイントを探す高橋と上津原。さあ今度はどの磯を目指すのか。しかし西の突端をかわして南側に入れば結構外海なんじゃん、感じが、はい、雰囲気が違う。ここから中入ったらもう内湾の感じだから、はい、次回行くときにはタックルそれなりに内湾用とこっち用と両方持ってくればいい。でこれがここからドンってまた落ちてるの、落ちてる。このちょっとの距離であのチヌ釣りと超ビッグゲームこれやばい。前日竿を出した西表島の西側を目指すことにした。あの辺は灯台を掃除する人かね、管理する人が階段を作ったのかね。これもこっからじゃないと来れない灯台なんですね、これ。だろうね。歩いてくるのは大変。歩いては来れない、ね。道がない。もう今揚げ潮で満潮まで2時間ぐらいでこれってことは、下げたらもう相当浅いか出ちゃうんですかね、これ。出ちゃうね。魚影が濃いのだが、とにかく水深が浅く磯に上がることができない。さらにポイントを探す。なんか渡れそうだった気がしますね。これ離れてるよ。離れてる。やっと磯上がりができそうなポイントを発見。最小の荷物を持ってとりあえず上陸してみる。準備をする上津原。
状況に合わせて左巻きと右巻きのリールを使い分けているという。どうしてなのか。もう僕は右利きなんですけど、でっかい魚釣るときって竿を持つのは右でも左でもできるけど、リール巻くのってリールのハンドルついてる方しかできないじゃないですか。でギンギンにテンションかかってる状態でハンドル一回巻かないといけない動作はやっぱ利き手の方が僕はやりやすいので、でこれですね、まあ、今特にルアーとか P ラインが多いですけど、もっともう前の方ナイロンラインがメインだった時に、ナイロンってまあ P よりもすごい伸びるので、でっかいのかかって沖にいてギンギンにテンションかかってると、その何でしょう、ラインが伸びてる分がラインが戻ろうとする力がある、それよりも強い力でリールのハンドル巻かないとリール巻けなくて、差を立てて差を倒しながらリール巻こうとしてもラインが伸びてるのが戻ろうとするんで負けないみたいな時があるんですよ。で今のこの P ラインじゃなくてこのナイロンラインの時代にそういうのを経験して、やっぱりリールのハンドルは利き手じゃないと負けないなっていう、まあ、自分はそう思って、まあ、あの右でも左でもそういうのが負けるように自分を鍛えればいいだけだと思うんですけど、僕は利き手の方がやりやすいかなと思って、でこういうあのライトゲームとかこういうのは左ハンドルでやって、まあ右ハンドル左ハンドルをなんかは使い分けて楽しんでる感じですね。高橋は水道筋に仕掛けを投入し当たりを待っている。お、合わせた。姿を現したのはマングローブに潜む魚、マングローブジャック、ゴマフエダイだ。上津原は海岸沿いを歩きながら磯釣りポイントを開拓する。お、高橋続けて当たりを捉えている。水面に細長い魚体が姿を現した。なんと1メートルに迫るダツだ。魚にストレスを与えないようにリリースする。一方上津原は、来た来た、姿を現す魚は何だ。まだメッキです。うわ、きれい。お、出た。流れ込み、川があって流れ込み、きれい。流れ込みちょっと投げましょうか。これ その後当たりが遠のき、一旦休憩することにした。哲也さん、今回どうしても2日間とも南風が強くてまあ、向こうは本当、眺めるだけをさせていただいたんですけど。そうだよね。だから釣りで一番大事なのは縁だと思うの。縁、魚ともそうだし、場所もそうだし、まあその場所に行くまでの人とかもそうだけど、縁が一番大事で、縁って突き詰めていくと運なんだよ。縁があるから運があるから、こういった風向き、逆に南西側に行けるような北東の風だったら、今回この内湾の釣りは経験できなかった。これはこれですごく、そう、最高に面白かったです。で本当に。だからその
そういうのすごい大事だなと思って、はい、だから今回はもう初めからゼロの状態からぶっちゃけ始めてるわけよ、はい、探してたわけだじゃない、ない。ただそういう磯がこの辺にあったら絶対すげえだろうなと思ってたんだけど、はい、たまたま沖釣り屋の時に南西側にあの2個あったでしょ、あそこの場所見つけて、これもっともっと探してて、でしかもこういう内湾の釣りも好きだから、はい、内海でもいいとこないかなと思ってたんで、どっちの風が吹こうともこういう場所探しに付き合ってもらおうと思って、もう最初から俺が先にやったわけじゃなく実際にこの釣り場探しの行動に入った、はい、初めの一歩を一緒にやったんで、嬉しいですよ、うん、これも続けていきたいんだよ、気は長そうですね、これは先に長い考えたら気が遠くなっちゃうでもこれも縁だよね、あ、うん、まあ、事前にこう頭の中で想像してたことよりも、うん、まず西表島がすごく大きくて、こんな浅いところにこんなでかい魚がいるのかっていう、あ、で岩も磯もでかくて、まあ、いろんなものがなんか考えてたことは何も意味がなかったです、うん、でかかったです本当に。やっぱり普段行き慣れてる場所が水深があったり、はい、釣りやすい環境であるっていうのが分かったでしょ、ま、本当にあのすっごく釣りしやすい場所でいつも釣りしてますね、 ね、そういう場所がこの南西諸島に来ると、はい、やっぱり少ないんで、こんな場所が見つかったらもうチャレンジして行かなきゃいけないし、で外海も内海もあるんで、どっちかったらウェッジは外海がすっごく魅力的だけど、外にね、あの南西側の、はい、だけどこの内湾もやっちゃったらハマっちゃうんでしょ、あの夕間詰めのシーンとした雰囲気でボッコボコに哲也さんが釣るってあれはあれですごく、まあなかなかないですよね、あの雰囲気の釣り場で、まあ自分が普段見れない魚ばっかりなんで、まあ外海ですけど内海の釣りもまたこうご一緒させていただきたいなと思います。オツだよね。あそこはいいな、あの向こうのあの磯は、あそこがやりやすそうです。あそこはいいよ。西表島での滞在時間も残りわずか、ここで2人が気に入った磯に上がることにした。この磯でよくバイトがあったと上津原が言う。お、来た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 、あ、外れた。おおおお、かかってる。おお、何これ。おお、何来ました。おー、よしよし。おお、引く。あ、ヒラジ、ヒラジ。おお、やったー。これは GT の可愛いやつなんでしょうか。何だった。おそらく GT ロニン、ロニンだね。 GT だ、 GT だ。おお、綺麗だ。うわぁ、やったね。もうなんか魚が食いに来てくれてる感じで僕は投げてるだけ。逃がします。きれい、きれい。おぉ、いいね、最高大きさじゃないんだよ。これは最高ですね。こんな水深が、まあ、僕自分がいつもやってる磯釣りの感覚ではありえない地形で、あ、こんな魚がどっちかったら避けて通る、うん、ここはちょっとやめようかと思う場所ですよね。
でも環境変わればこういうとこで。これはちょっとこうなんでしょう、カルチャーショックというか。どこでやったら今。今岩の右側で。岩の周りには魚がいる。魚。あ、ちょっとやっぱりトップを投げてみます。あれがトップに出てきたら面白そう。植津原は状況を踏まえてルアーチェンジをする。さあこの作戦が功を奏するのか。お、今ちょっと出たっぽいな。まずは磯際にキャストしてリトリーブ開始。続いて沖に向かってキャスト、そしてリトリーブ開始。先ほどローニンアジが出た岩周りを攻める。うわ出た、お来た、おっしゃおお、お長い長い。あ、これは鬼カマスじゃないですか、これ。バラクーダ。バラクーダ。バラクーダ、バラクーダ。足元で魚逃げまくってます。大丈夫、大丈夫。これ魚いいんだよ、これ。なんか餌が。わあ、またここにいた。ついてるね。漁系の鬼カマスだ。素晴らしい。哲也さん初めて釣りました。おお歯がすごいでしょ。歯がもうちょっと怖いですね、これ。面白しろ。よし、バイバイ。いった。おお、おお、こんな魚いるんですね。高橋が大きな声を上げた。やば、来た。おー、すごいすごい。おお砂浜だよ、食ったの。いや、いきなりドーンって来たんですか。もう引っ掛けた。そう、砂浜で。おお、でかそう。おお、なんだ。おお、カツ、あー、わあすごい。カズミ、カズミ、カズミ。すごいすごい。ウエチ取ってね。あ、はい。取って。綺麗だね。すごい。ほわいいだ。うわ。綺麗でしょ。綺麗。めちゃくちゃ綺麗。じゃ。うお。ほら、ウエッチがさっき言ってた霞足だよね。これが釣りたいんですよ、僕も。背中が上から見るとめちゃくちゃ綺麗です、これ。うわ、綺麗。カジキとかカツオもシイラもこの色使ってんじゃん。青い、深い青いね。胸びれが長い。ヒレがかっこいい。めちゃめちゃ引いてましたね。おぎょぎょ、いやすごい。よし、逃がします。おお、お、うわー綺麗。うーわ綺麗。悠々と泳いでった。自分が釣ったことあるカスミアジはもっともうゴリゴリの磯で、さらしがあってルアー入れてバンって食ってくるやつで、もうこういうところで釣ったことない。だからそういうなんか背の上に上がってきて餌を追っかけて取ってるんだなってのが分かるよね。この後も時間の許す限り磯釣りポイントを探し、
釣りを楽しみ、そして終了とした。今回はあの時間が本当短かったんで、もっとやりたかったね。もう1日半は短すぎますね。ちょっと1日半短い上に風がこんな風だったんで、はい、まあでもそれはまた次回に楽しみを取っとけということなんで、これで上がりましょう、はい、今回のタックルはこちら。皆さんも西表島で釣りを楽しんではいかがかな。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球と共に、しまのの提供でお送りいたしました。